塗装の剥がれを再現することをチッピングと呼びます。方法はいろいろあるんですが、今回はこちらのヘアスプレーを使ってみたいと思います。この技法の一連の流れと、注意点、それから原理などをご紹介したいと思います。ヘアスプレー技法を知りたいという方はぜひご覧になってみてください。